教会でのプリエステストの打ち合わせも順調に終わって何よりでしたね。日本人街に帰ったら天草式の皆さんでお昼ご飯でも一緒に食べましょうか。お前さん、打ち合わせの途中で上条東馬がイギリスに来ることを聞かされてから機嫌が良さそうなのよ。プリエステス様の手前我慢はしていても顔が緩みっぱなしだったのよな。まさかプリエステスの前でそんなわけあるはずないじゃないですか。私の話よりもせっかく来てくれる上条さんをおもてなしする方法を考えましょうよ。おお、そうよな。おもてなしにはいろいろと準備が必要なのよな。はい、あの人に喜んでもらえるように準備頑張ります。それでどんなことをしたらあの人は喜んでくれるでしょうか。うん、男を喜ばせるのに必要なのはまずインパクトなのよな。なるほど、インパクト。あの人が驚くようなものを用意するんですね。思わず驚いてしまうような珍しい料理とか、後で調べて練習してみようかな。それとチラリズムも欠かせないのよ。露骨すぎちゃダメなのよ。さりげなくサービスしないとな。なるほど、アピールしすぎてもいけないんですね。そうか、あの人が好きそうな具材をさりげなく料理に混ぜてみようかな。それからやはり大事なのはシチュエーションなのよ。シチュエーション、確かに。せっかくですからあの人にはゆっくり味わって食べてもらいたいですね。食べてもらいたい。逸話もなかなか言うのよな。え、私何か変なこと言いましたか。お前さんにすでにその覚悟ができているなら俺はその背中を押すだけなのよ。そんなに意気込んでどうしたんですか。あの奥手な逸話もついに決心したのよな。確かにまたとない機会なのよ。何をですか。あの、一体何の話をしているんですか。ん、上条東馬をいかに誘惑するかの話だろうよ。お前さんも上条東馬を誘う話をしてたじゃねえの。食べてもらうとか。私は料理の話をしていたんです。誘惑なんてする必要ありませんから。いや、お前さん、誘惑は大事なことなのよな。お前さんも忘れたとは言うまいよ、プリエステス様の堕天使エロメイド姿を。あれは上条東馬に強烈な刺激を与えただろうよ。さぞかし艶やかな姿に惑わされたはずなのよな。それは確かに。プリエステス様にできてお前さんにできないはずはない。少しは逸話も見習うべきなのよ。分かったら以前用意したあの大精霊チラメイド衣装を今こそこの機会に。わかりました。おお、ついに逸話の隠れ巨乳を見せつける時が来たか。誰が言うか。うわー、逸話、お前さん何も蹴ることはないだろうよ。まったく立宮さんはいつもバカなことばかり言うんですから。少しは反省して。電話？誰でしょう。知らない番号ですね。はい、逸話です。もしもし、逸話さんの携帯でよろしいでしょうか。はい、そうですけど。ああ、よかった。こういう時は必ず間違えるんだよな。俺、上条東馬だけど久しぶりだな、わかるか。はい、わかります、わかります。お元気ですか。おう、なんとか元気だよ。急に電話して驚かせたか。番号は土味方に聞いたんだけど。いえ、大丈夫ですますよ。それより、
なぜ私なんかに電話を？ああ、実は今度イギリスに行くことになったんだけど。はい、先ほどお聞きしました。そうか、じゃあ話は早いな。そっちには世話になった連中も多いからさ、手土産でも用意しようと思ってさ。特に逸話はいつもおしぼりを渡してくれるから何かお返ししたいんだよ。なんか欲しいもんあるか？そんな、私なんかに気を使わないでください。そのお気持ちだけで十分ですから。どうしよう、申し訳ないのに嬉しすぎて顔が